ご参加の皆様お待たせいたしましたただいまより株式会社商船三井の2021年度第3四半期決算説明会を開催いたします本日司会は私コーポレートコミュニケーション部長の中西でございますいつもお世話になっております本日のメインスピーカーはですね CFO で財務部と IR を担当しております梅村となります 後ほどご挨拶させていただきます。本日の進行はですね、前半に梅村から決算説明資料に沿ってご説明を申し上げ、後半はですね質疑応答の時間として45分お時間いただいております。15時15分頃ろの終了の予定としております。それではまず梅村よりご説明申し上げます。あ、すみません、えー、っと梅村でございます。えー、っと。 今日は第三四半期の決算及び見直しました通期予想についてこの場でご説明申し上げたいと思いますよろしくお願いいたします第三四半期の実績ですが経常利益で4876億円の黒字を達成しております前年同期に比較し4000億円を超える大幅な増益となっております通期の業績予想につきましてはコンテナ線事業において足元も旺盛な 輸送需要とサプライチェーンの混乱が継続していることに伴う供給面の制約を背景に運賃指標が高止まりをしています。また、コンテナ船以外でもドライバルク事業においては2010年ドライの業績が見込まれております。これらのことから、経常利益ベースでは前回10月末に発表した4800億円から 通期予想を6500億円に今回見通しを情報修正いたしました、えー、まずじゃ資料の方に沿って説明させていただきたいと思いますえっ、ー、と青色の資料の,資料のスライド3ページおよび5ページ外況ダイジェストをご覧ください売上高については前年同期比で1968億円の増収となっております ドライバルク線の公式に加えまして、製品輸送事業において自動車線の輸送台数や港湾ロジスティック事業において取扱い量が回復したことによるものでございます。当社の稼ぐ力を示す営業損益と持ち分法投資損益を合算した事業損益、並びに経常利益は前年同期比で大きく上振れしておりまして、それぞれ4109億円、4100 46億円の大幅増益となっております、まあ、増益の、えー、と大きな要因としては、えー、3点ほど挙げられます。1つはあの先ほども申し上げているとおりコンテナ船の旺盛な貨物輸送需要と供給面の制約に伴う短期運賃支標上昇がまあ継続していること、えー、2つ目にドライバルク船公式供が影響しております3つ目には自動車線において、えー、昨年度はコロナの影響で 入国を打ちましたが今年は前年同期期から回復し損益改善をしておりますではセグメント別にご説明申し上げたいと思いますスライドの4および5ページ中段ご覧くださいまずはドライバル苦戦事業になりますドライバル苦戦事業は前年同期から大幅に損益改善しております第3クォーターまでで319億円の計上利益となっております え少し細かい数字を、えー、っとサブセグメントごとに状況を説明申し上げます。えー、っと鉄鋼原料船、まあ、ケープサイズバルカーですが、こちらはあのご存知のとおり中契約、中期契約、中長期契約からの安定利益がございます。まあ、これに加えまして、えー、総じて堅調な鉄鋼原料の輸送需要と、まあ、新型コロナの影響による中国をはじめとする港湾の稼働率低下、 に伴うの潜伏の供給制限を背景に市況が高いレベルで、えー、推移した結果、前年同期比で大幅な増益となっております。市、え、況、ー、の、えー、状況、前年同期比で簡単に数字で申し上げますと,、えー、と3月から11月の9ヶ月平均で見た場合、前年度が1日当たりの汚染量が1万4500ドルだったのに対して今期は3万7000ドルと。 ということで大幅に上昇しております。えー、続きまして、えー、小船密にドライバルクで運行する中小型バルカー。これについては、えー、中国向けを中心とする穀物、石炭などの堅調な輸送需要と、これはあの、先ほど申し上げたケープサイズバルカーと同じですが、いろいろな事情によってやはり潜伏供給面の制限ございまして、需、え、要、ー、は非常に好調でございました。 この結果、前年同期比で増益となっております。また、木材チップ船も輸送需要の回復と一般バルカーの公式用に相乗効果が出まして損益を改善し、黒字を確保しております。まあ、その他、ちょっと突起させていただきたい事項としては、持ち分法適用会社、ギアバルク社、こちらで運行するオープンハッチ線こちらは、横行で主に積んでいるものが、 南アフリアメリカからの紙パルプですがこの入国が非常に回復しております、まあ、さらにあの復興でも一般バルカーの市況が回復しておりましてこの好影響を受けて収益が向上し損益を改善し黒字を確保しております続きまして、えっと、エネルギー海洋事業のセグメントにいかせていただきます LNG 海洋事業を中心に 中長期契約をを主体とすする安定的な利益を確保しています、まあ、ただし輸送船のスポット市況が低迷しておりまして前年同期比では83億円の減益となる経常利益182億円となっておりますサブセグメントごとにご説明申し上げたいと思いますまずは輸送船になります コロナの影響によりまして世界活動の停滞に伴う石油需要の減少あるいは産油国の協調減産の継続で輸送、えー、原油輸送の、えー、ニーズそのものが、えー、回復が遅れてまして必要が低迷しております当社の原油船は、えー、大半が中長期契約で着実に利益を確保しておりますが、えー、2020年度昨年度ですね 春先に非常に市況が高騰しましたが今年度は、えーまあ、そういう状況ですので前年同期比では減益となっております原油線以外の単価につきましては LPG メタノール線は中長期契約を主体としておりますので着実に利益を確保しております一方で石油製品ケミ,ケミカルの輸送事業低迷を受けてプロダクト線・ケミカル線の損益は悪化しております 続きまして LNG 海洋の方を説明させていただ,いいただきたいと思います LNG 船はほとんどが中長期契約に従事しておりますこれによりも安定利益を確保しましたちなみに第三四半期には一隻 LNG 燃料供給船これは南フランスマルセイユでを拠点とする燃料供給事業に投入する船ですがこれが進行しております 海洋事業においては FPSO は順調に稼働し安定利益を確保しております一方で FSRU は新たにセネ,セ,ネすませんセネガルの発電船向けに一石、えー、投入されたものの既存の一石こちらがあの前回申し上げたとおり来年度から始まる香港のプロジェクトに入るための裸位駅に入っておりまして 前年同期比では減益になっております。えー、続きまして、製品輸送事業。こちらの方がかなり、えー、と大幅な増益となっておりますが、こちらについて、えー、とご報告申し、説明申し上げます。えー、前年同期比では3900億円の増益となっております。まずはコンテナ船事業です。えー、コンテナ船事業はご案内のとおり、持ち分法適用会社である ONE 社と、 この他、港湾ロジスティック事業に分けられます。まずは ONE についてご説明申し上げたいと思いますので、えっと、マゼンダカラーの資料に移っていただいて、スライド3ページご参照お願いします、えっと。一番上のところに要点として書かせていただいていますが、運賃指標上昇により、前年同期比大幅に、えー、すみません、改善し、第三四半期に 48億8900万ドルの黒字を確保しております。まあ、理由としては3つ挙げさせていただいておりますが、1つは季節要因の影響はあったものの、総じて旺盛な貨物需要が継続したことによるものですで。2つ目はサプライチェーン全体の混乱が継続したことにより、供給面の制約を受けたこと。そして3つ目としては、この今述べさせていただいた2つの 理由により、短期運賃指標が第二四半期からさらに上昇し、想定を上回る水準で推移したことによるものです、えっと。スライドの下の方にですね。損益の増減の要因について、滝チャートで記載させていただいてます。まあ、あのご覧いただければと思うんですが、運賃が主な、運賃増が主な増益の要因になっております。 一方で、スケジュール維持のために、えー、と船のスピードを、えー、上げたりです、ね、また港湾や内陸、混雑、影響低減のために、さまざ、あ、まな追加費用が発生しております。これらが、えー、と運航費および可変費の、えー、増加になっておりまして、えー、損益の、えー、下振れという形になっております。えー、続きまして、同じ ONE 社の5ペースライド5ページ。 ご覧ください。サプライチェーンの混乱の影響と対応ということで、記載させていただいております。えー、まあ先ほどから申し上げており、旺盛な貨物需要、またトラックドライバーなどの労働者不足、新型コロナに伴う各種制約により、世界的に港湾内陸での混雑が悪化している状況でございます。えー、ONE はその影響を最小限にとどめるべく、 スライドの中ほどに記載、えー、させていただいたいろいろな対応を行っています。まあ、ただ、えー、なかなかこれが、えー、選手だけでは改善できないというのが今の状況でございます。えっと、また、えっと、当社の青い資料の方、えー、6ページにお戻りいただきたいと思います。えー、コンテテナ事事業業ののその他港港湾湾ロロジジススィック事業は ティックともに取扱量が回復しております。その結果、増益になっております。これらの結果、当社コンテナ船事業全体では、前年同期でかなりの増益となっておりまして、経常利益4251億円となりました。続きまして、自動車船。こちらの方は、ちょっと先ほど冒頭で触れさせていただきましたが、新型コロナの影響により大幅に輸送台数を え、減少した前年同期から、まあ、今年は紙機を中心に入国が大きく回復しております。まあ、半導体、あるいは部品の不足による影響、ございましたが、出荷需要が旺盛であった中国やインド、あるいは日本からも、あの中古車の輸送需要が、比較的、えー、堅調でございまして、これらを取り込むことにより、基礎想定並みの輸送台数を確保しております。まあ、また、 前年度上期には潜伏調整を行っておりまして当社の自動車船体潜伏需給余剰感がない状況で推移しておりますこれらの結果前年度は自動車船事業赤字でしたが今期は黒字を確保しておりますフェリー内航ロ路事業こちらの方は貨物輸送非常に堅調でございます一方でやはり新型コロナ影響の がかなり出てまして、旅客の方は、需要が低調に推移しております。また、えっと、燃料価格も原油高に伴いまして、上がっておりまして、これらの影響も受けて、損益は悪化しております。関連事業。まあ、不動産事業、こちらはあの大ビルが中心でやっておりますが、こちらの方は安定的に利益を確保しております。一方で、客船事業は、 秋以降にクルーズを再開しましたが、本格稼働には至らない状況でございます。損益は悪化という形になっております。以上、第3四半期の決算概要について説明申し上げました。このまま継続させていただいて、通期予想の方を説明させていただきたいと思います。 青いスライドの方の7ページおよび9ページ、概要ダイジェストの欄をご覧ください。売上高は10月末に発表した前回見通しから400億円上報修正しました。具体的には1兆2600億円を見込んでおります。売上の上振れは主に製品輸送事業、こちらの高湾ロジスティックおよび自動車線 における取扱量や貨物量の増加が主な要因でございます。え続いて、事業利益と経常利益は、それぞれ6,300億円、6,500億円に、前回見通しから情報修正しております。情報修正のポイントとしましては、コンテナ船事業において、例年と同じように、旧正月だけ、中国旧正月ですね、これだけに中止、えー 入国が弱含む季節性の要因とサプライチェーンの混乱の継続によって積み高の減少は見込んでおりますが一方で運賃水準の下落は限定的と想定しております、まあ、この結果通期で見通しを情報修正しております、まあ、これに加えましてドライバルク線自動車線においても先ほどご説明申し上げました第3クォーターまでの上振れを踏まえ 通期見通しを情報修正しておりますセグメント別にご説明申し上げたいと思います資料8ページ及び9ページご覧くださいドライバルクセン事業です10月末に発表した前回業績予想から30億円情報修正し420億円の通期経常利益見通しといたしました鉄鋼原料線につきましては足元指標が軟化しております まあさらに、えっと、南半球の方が浮き入りしておりますので鉄鉱石が出てくるブラジル豪州からの出荷源を踏まえて市況の見方ということでいうと第4交代については前回発表の 2, 2万3000ドルの日立用線量から1万5000ドルに下方修正しましたただしもう年度末にかけて未確定の線、えー すみません契約が未確定の潜伏、非常に少ないことがございまして、まあ、業績への影響は非常に限定的でございます。えー、続きまして、商、え、船、ー、道ドライバルクで運航しております、旧小型バルカ、こちらもケープサイズ同様に、市況前提を下方に見直しておりますが、業績への影響は限定的です。 木材チップ店も、先ほど申し上げたとおり、輸送需要を回復しておりまして、損益も改善し、黒字に転換という見通しを立てております。エネルギー、海洋事業になります。前回発表の業績予想から10億15億円情報修正し、経常利益で 2, 230億円の通期業績予想としております。 修正の理由は主に船舶の入居ですね、ドライロック。この時期の変動に伴う費用形状の変更によるものでございます。まあ、セグメント全体では長期契約を基盤として引き続き安定的に利益を積み上げております。原油船、簡単に触れさせていただきますと、先ほどから申し上げている通り、非常にマーケットは低迷しております。第4四半期については、 まあ季節性要因によって原油需要の拡大、市、え、況、ー、の改善、期待されるところですが、まあ、残念ながら足元、まだまだ低迷している状況でございます。ただし、申し上げるとおり、まあ、中長期契約で原油戦の方を我々契約取っておりますので、業績への見通しへの影響は非常に限定的になっています。まあ、その他、えー、LPG メタノール戦についても中長期契約を主体としております。 おりますので、前年並みの安定利益を見込んでおります。lng 線開業事業につきましては、は今年度は上期に lng 線1隻第3第3クォーターに先ほど申し上げた lng 燃料石線1隻計2隻の竣工に今年の竣工線は限定されておりますが、まあ、前期去年にえ進行した5隻と合わせて。 安定利益を確実に積み上げる見通しでございます。まあ、海洋事業も先ほど、えっ、ー、と、今年度は FSRU 一隻、FTSO 一隻が新たに長期契約に投入されております。まあ、これにより安定収益を積み上げ、全、ま、域、あ、並みの損益を見込んでおります。製品輸送事業です。 コンテナ船事業は10月末の全開発表から1600億円上報修正し、通期5700億円の経事利益見通しとしております。まず、ONE 社においては、第3四半期における業績上振れに加えて、第4四半期においても、中国旧正月の影響による移送需要の減、およびサプライチェーン混乱の継続に伴う供給面の制約から 積み高の減少を見込んでいますが運賃水準の下落は限定的と想定して、えー、通期見通しを情報修正するものです、えー、と ONE 社の見通しについては、えー、先ほどちょっと見ていただいたマゼンダカラーの資料6ページご参照ください、えー、ONE の第4四半期の税引き前利益は、えー、37億5000万ドルを見込んでおります まあ当社このうち、えー、31%を持ち分放資利益として通期業績予想に織り,込み織り込みました、えー、またすみませんたびたびになりますが青い資料の方に戻っていただきまして、えー、10ページの方にお戻りください、まあ、コンテナ船事業の中に含まれている港湾ロジスティック事業は、まあ、先ほどから申し上げているとおり え、好調なコンテナ、あるいは自動車、航空貨物の入国に、増加に伴いまして、前回発表時から見通しを情報修正し、前年度比で増益を見込んでおります。自動車線、自動車線も、先ほどから申し上げている通り、半導体不足や新型コロナ感染再拡大に伴う部品を含めた出荷への影響懸念はあるものの、 第本四半期においても、輸送台数は回復基調を継続することを想定しております。まあ、さらに、前年度実施しまし,実施し,ました減線効果、運行効率改善も合わせ、まあ、前回発表日で見通しを情報修正し、増益を見込んでおります。えー、フェリー内航路路になります。えー、こちらも第3コーターのところで説明させていただきましたが、貨物輸送は非常に堅調でございます。 一方で、旅客の事業は、新型コロナによる行動制限の影響も懸念されており、えー、まあ、おりますが、ただ、まあ、ま通勤の見通しは限定的な範囲に収まるものと見込んでおります。え従いまして、前回発表時から見通しは変更しておりません。まあ、以上のことから、製品輸送事業全体では、 公安ロジスティックを含めたコンテナ船事業における業績予想、大幅な情報修正と、まあ、自動車船の収益改善、これにより、前回発表比1640億円の上振れとなる通期計上利益5780億円を見込んでおります。関連事業です。不動産は引き続き安定的な利益貢献を見込みます。 一方、客船事業は9月下旬以降、クルーズ運行を再開し、予約状況の回復も見られました。ただし、足元、新型コロナ感染再拡大により、一部運行の中止を余儀なくされています。まあ、関連事業全、セグメント全体では前回発表し、合計減となる、続き80億,80億円の計上利益を見込んでおります。 最後に配当についいてて説明させていただきます配当につきましては、通期業績予想の情報修正に伴いまして、期末配当予定額を前回発表の1株500円から750円に見直し、実施済みの中間配当300円と合わせまして、通期配当は1050円を予定しております。配当当ににつきましては当期においてはは期おい まあ、基礎からご説明、えー、申し上げているとおり、20%とする方針を維持いたします。はい、続きまして、えー 質疑応答に移きます前に、参考資料について、私、司会の方から補足いたします。まず、スライドの私どもの青い色の処世密威の計算説明資料、スライド11ページになります。こちらには、ですね、今年度の取り組み状況、進捗としまして、4月以降にですね、対外開示、プレスリリース、あるいは適時開示で、皆様にお示ししてきた主な取り組みをピックアップして記載しております。 緑色がですね環境関連、ピンク色が社会関連、青色は前者、あるいはガバナンス関連として色分けをしております。それから次のスライド12ページですね、こちらは先般、適時開示させていただいております、グループ会社2社の完全子会社化について。 えー、公開開付開始時のですねプレスリリースに記載しました、まあ、当社のですね完全子会社化に向けた狙いについてプレスリリースに記載しておりますがそこから資料に抜粋をさせていただいておりますのでご参照いただけましたら幸いです。本日はお忙しい中ですね多くの皆様にご参加いただき誠にありがとうございました。失礼いたします